いいでしょ。うん。ああ、なるほどね。うん、そういうことか。いいですよ。右もっと絞る。脇絞る。そう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 。で、絞って、ただもうトンって突き出す感じでやってください。そう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 。で、足と手が一緒にこう来る感じ。うん。でそれで、ただもうまっすぐトンって突き出すイメージ。そう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 。そんだけそんだけ。それでいい、それでいい。そうです、そうです。で、左ジャブを、そう。ちょっと左ジャブ逆に上目に打って、で、ストレートをちょっと低めぐらいでいい。うん。せーの、絞って。そう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 。なるべくね、絞った方が、その右の、軌道が分かりにくい。そう、もうほんとギリギリまで縦剣みたいな感じでいいと思う。縦剣みたいな感じで、そう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 。最後の最後にスナップ効かせるとすごくいい。そう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 、今のやと、こう、そうそう、拳が伸びてくる感じやもんね。なんかバスケでいうさ、シュート打つときにこう、スナップ効かせるじゃないですか。あんな感じ、あんな感じ。イメージは。そう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 。で、あと足と手がこう、一緒に来る感じだったらもっといい。おー、いいね、いいね。そう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 、そういう感じ、そういう感じで、コツとしてはジャブ打って一回ジャブ打ってください。でちょっとずれる、こっちに、ですぐそれでストレートってやると腰が回るもんで、多分感覚はそっちの方がつかみやすいかも。ジャブ打ってちょっとずれてドンってやると腰が入りやすくないです。で腰入った時に足と手がついてくれば、そう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 、そのイメージ、そのイメージ。ちょっと上目低めって感じだと、うん、なんとなくこう感覚がつかみやすいんですよ。で、ダブルジャブ一回左、その、打ってくれます？ダブルジャブ。パンパン。で、もう一回。で、今度はスイッチしてください。サウスポーに。で、それでダブルジャブ打ってください。そっちの方が後ろ足蹴っとるんです。そのサウスポーの時の方が、ちゃんと後ろの足で蹴ってジャブ打ってるもんで、多分スムーズに打てたはず。そう、右の時は、一回目は蹴っとるんやけど、二回目が蹴れてない。なんで、タン、タン、そうそうそう。二回目を逆に強く蹴ってみてください。どうす？うん。体重移動が、ターン、ターンってやると力強くなります。どっちかっていうと、ダブルジャブ打つときは2回目を強く打った方がいいね。ジャブ、2回目を勢いつける。そうそうそう。ってやった方が、僕取っとる方でも2回目の方が早く見えるし、勢いがあるように見える。なんで、1回目ポーンって軽く打って、そう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 。ってやると、怖いっす、怖いっす。はい。ダブルジャブ、トントンって。そう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 。それだとサイスポーンできと、オーソドックスの時とあんまり変わらないけど、さっき見とったらサウスポーの時の方がやっぱ蹴り足が蹴れてるもんね。ダブルジャブトントンって、どうす、そっちの方が分かるですよね。なんかさっきシャドウ見とったらそう思ったんで、そう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 、足をなるべくターンターンって蹴る。でその蹴ってください、ターンターンって蹴るじゃないですか。もう一回ターンターンって蹴って、右足を追いかけてストレート、そう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 、でやるとそのね、ダブルジャブからのストレートがつなぎやすい。パッパッと、そう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 。そうすると足がちょっと出した分だけ追いかけるみたいな。軽く。あと10秒。そう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 。そんな感じ。うまい。で、ずれて、こっちでもう一回ストレート打てば。最後。ダブルジャブからストレートでずれる。ターンターンターンで、スッてバッてやると、やりやすくないです。はい。そんな感じ。